今日は2017年8月2日12時6分ですね。朝日新聞の一面には、憲法9条の改憲を今月の末に、素案を示すんだという、安倍さんが言っとる話ですね。安倍さんなんていうのは憲法9条の1条2条は変えないで、その後ろに自衛隊のがあっていいんだということをくっつけましょうという話ですね。それで自民党の中でもすんなりまとまってはいない。軍隊を持たないというふうに明記してある文書の後ろに自衛隊をくっつけて、自衛隊はいいんだというのにくっつけてですよ。日本人はもうすでに自衛隊の存在を認めているというのが彼らの言い分なんだけど、だとしても憲法としておかしいだろうという世界中の批判を受けますね。そして、2面に書いてあるのがですね、この自衛隊に関する9条を変えようというのと、4項目憲法を変えようということを言ってるわけですね。残り3つあるわけです。ここに書いてある2つ目が緊急事態条項の創設ということで、何か大事災害とか起きたときに内閣の権限を強化して、国会議員の不在を防ぐための任期延長の特例を設けようということですね。任期を延長するというのは今の憲法のままじゃできないというんですね。それから参議院の一票の格差がでかすぎるから、今議論があってたびたび裁判が起こされているんですけども、それはあってもいいんだというふうに言いましょうというふうに言ってるわけですね。この辺は私はどうしたらいいかというのは分かりませんけどね。その次のことと同じですけど、憲法でそれを言うことなのかという話ですよね。で、4つ目が教育の無償化、大学など高等教育も全て国民の開かれたものにするために、憲法によって教育を無償化しましょうというんですね。非常に聞こえはいいやね。そうですか、高校行くのも大学行くのもタダで行けるんですか、そんないいことはないよ、いいに決まってるんですよ。しかしね、ポイントはそれを憲法で歌うべきことなのかということなんですよ。で、自民党の議員の中でも批判されてるんだけれども、この金どっか出すんだ、3兆円以上の財源が必要で、そんなことが本当にできるのか、憲法で歌いさえすればそれが実現するのかよ。まさにその通りなんですよね。憲法で歌うべきないようなこと、おいしいことを国民に見せてですよ。憲法改正というのはこんないいことを我々はやろうとしているんです。ですから皆さん同意してください、賛成してください。教育の無償化はいいでしょ、貧乏な人でも大学に行けるようにします、高校に行けるようにします、とてもいいことでしょ、だから憲法を変えることに賛成してください。これはね、国民をバカにしてるんですよね。ポイントは
こんなこと本当にすぐできるんであればですよ、憲法で歌いさえすらできるんだ、特にやりゃよかったんですよ。でみんなも言ってるけど、こんなものは憲法で歌うべきことじゃなくて、法律を変えることによって、法律なり制度なり変えることによって実施すればいいわけです。できるものであれば今までにやらよかったんですよ。それを憲法を変えるということでやろうとするというのは、他に目論みがあるからですね。メインの目的であるこの憲法9条を変えたい、これが変えたいために他にいろいろくっつけて、特にこの教育の無償化なんていうのは、おいしい餌をくっつけてですよ、国民をバカだと思ってるんですよね。教育の無償化はいいことだから憲法改正に賛成しますというふうに思う人が大半だろう。残念ながらね、そういうレベルの意識操作に乗ってしまう国民は少なからずいると思いますよね。ちゃんと言ってあげないとね、そういう話じゃないよ、別に憲法を変えなくたってこういうことはやれることであって、憲法を変えてやることじゃないよ、憲法を変える本当の狙いは教育の無償化じゃなくて憲法9条、日本が戦争できる国にしたいんだよ。自民党のこの他の議員もね、国の公選権はこれを認めないっていうのは、これは致命的だから変えなきゃいけないって言ってるんですね。要するに戦争ができる国にしたいっていうのが安倍さんが今本当に願ってることなんですよ。1条と2条残すとか言ってますけど、残したくないんですよ。しかし今の時点でこれを戦争できるようにします、戦争できれば やりますって言っちゃうと反対が多いから、自衛隊は今あってもいいよなっていうのが、国民がみんなそう思ってるということで、自衛隊はあってもいいんだということを歌う中、まあごまかしのやり方ですよね。それでまず認めさせましょう、でその後なし崩し的にいろいろ変えていけるし、どうにかなるよ。何よりも大事なことは、まず憲法を変えたという実績を一個作りたいんだ、それが目的ですよね。そして繰り返し言いますけども、何のためにそんなことをしたいか、どうしてそうまでして自衛隊を軍隊として認めさせたいのか、憲法9条をいじりたいのか、それをやることによって喜ぶ人たちがいるっていうことですよ。軍産複合体と呼ばれる国際関係が緊張して、あちこちで紛争が起きて、戦争が起きた方が儲かると思ってる人たちがたくさん日本世界中に存在して、それが強大な力を持っている。アメリカの政府に対してでも、どこに対してでもですよ、強大な力を持っていて、それが政治に影響を及ぼしていて、なかなかそれが表に出てきて議論の対象になりませんけども、知識ある人たちはみんなその存在を知っている。あんまり知識のない人はそんなことを聞いても信じない。え、そんなものがあるの。しかし現実にはそれが存在して、それが強大な力を持っていて、それが世界中で起きている紛争をわざと引き起こしているという証拠なんかもたくさん示されているんですよ。で、そういうことを、そういう状況の中で安倍さんもですよ、その流れの中で軍産複合体、戦争が起きた方が金儲けできる人たちの意向に従って憲法9条を変えようとしているという認識を持たなければいけないんだけれども、残念ながら日本の国の中でも知識ある人たちは知っているにもかかわらずですよ、ワイドショーの中でコメンテーターがそれを指摘して言うことはめったにない、言うと外される、タブーになっている。みんなが知っている、知識のある人はみんなが知っているけれどもタブーになっている。そしてそういうことを知らない愚かな人を対象に、安倍さんは憲法をおいしい餌をくっつけて、高校行くのがタダで行けますよ、大学行くのがタダに行けますよ、だから憲法を変えましょう、そういう国民をですよ、愚かなものとして扱って憲法をいじろうとしている、そういう話ですよね。まあ、その辺のことをきっちりし認識しなきゃいけない。まあ残念ながらね、国民が十分に賢くない、今私が言ったようなことを知らない人の方が多い、知ってて当たり前のことなんだけど、本当に重要なことで知ってなきゃいけないことなんだけども、マスコミそれ自体が
本当に重要な役目を放棄している分がありますわね。その結果、本当に知らないことを知らない愚かなものとして扱われ続けているという現実があると思います。だから国民はちゃんと知るべきことを知って、こういうバカなものとして政府が自分たちを扱っているときには怒らなきゃいけないんだよね。そういうことです。ちょっと引きましたけども、51ページの一番最後のところ、52ページに、つながっていくところなんですけど、そこでピチカート奏法、スタッカートというのがこれ書いてありますけどね、ピチカート奏法で、弾けというところにこう弾いてみてます。だけですけどね、このスタッカートのとこだけやってみせますと、こんだけですね、右手の手のひらをギターのブリッジのところに当てて、わざとギターの弦が鳴らないようにしてですね、そうしますと、例えば1弦を右に弾くとこんな音するんですけど、これを触ったまま弾くとポコンポコンとしか音がしないですね。他の弦も触って、これが普通の音。これをミュートしてピッチカート奏法でいくと、こんな音。なるわけです。それで、その弾き方でこのメロディーを弾いてみせますと、あ、違いました。もう一回ね。そして最後の音がこうなっていくわけです。ピチカートじゃなく普通に弾くと、歌だね、なんか歌だね。そしてこれにベースの音が続いてまして、このベースの音も一緒に弾けていく。そしてここでもうおしまいで、
大事なことはベースの動きも規則的なリズムを刻んでいますから、これが聞こえてくるように弾きたいですね。こうやろう。そして曲の冒頭のメロディーに移っていきます。ここをもうちょっとちゃんと説明した方がいいやね。曲の冒頭の部分でのハーモニクス、開放弦のハーモニクスでメロディーをやってる分、ここもう一回やってみ、もう一回やった方がいいと思うので、これはまあじゃあ次回説明します。今日はこれぐらいにします。